旧三つけ学校。三つけ学校は、学生交付後父母の1873年、明治6年に、静岡県三つけ、現、静岡県岩田市三つけに開校した学校。学校としての三つけ学校は、三つけ高等小学校、三つけ第一人上高等小学校、三つけ第一人上高等小学校、岩田町立三つけ国民学校などという変遷をたどり、1948年、 昭和23年に岩田市立岩田北小学校となった。某中学校、西の島学校、いずれも見つけ学校と同じく見付けに、所在とともに、見つけ学校は、遠州三大学校と呼ばれる。見つけ学校の校舎は、移転を繰り返したが、1875年、明治8年から1922年、大正11年まで使用された建物が、旧見つけ学校と呼ばれ、 他の校舎と区別するために、五階校舎と呼ばれることも、ある。1875年に竣工した、義洋風建築の旧三つ学校は、現存する日本最古の木造義洋風、小学校校舎である。隣接する岩田文庫と共に、旧三つ学校府岩田文庫として、国の史跡に指定されている。三はとうとう海国の国府が置かれた場所であり、近世には、三つ塾が、 東海道の宿場町として発展した。寺小屋で初等教育が行われ、中にはより高度な教育を行う私塾に進学する者もいた。この地域の代表的な私塾としては、大見国玉神社の神官を務めていた大久保忠隆による私塾が挙げられる。この頃の東東御国や三河国では、浜松出身の鴨の間口に代表されるように、国学が盛んであり、大久保は、 吉田の畑の幸を一宮の小国重とも、三谷の桑原牧代などと、交友した。国学者が、私塾以外に、文庫、図書館を設立することも流行しており、伊勢国松坂の元織のり永は、伊沢文庫を、畑の幸雄は畑の八万宮文庫を設立していた。大久保は、元織や畑のに習い、現時元年、1864年、大見国多摩神社境内に、 岩田文庫を設立している。1872年、明治5年に学生が発布されると、1873年、明治6年5月には、教師の任命や、中学札の発行などの開校準備が進められ、8月には、信光寺や、正光寺などを、仮校舎として、三つ学校が開校した。三つ学校は、第二代区第十二番中学区第一小学である。しかし、 仮校舎は、江戸時代の寺小屋と何ら変わりがなく、西洋風の近代的な校舎を建築しようとする、機運が高まっていった。大久保忠隆の文化生である、古沢治が建設を主導し、大御国多摩神社新館の大久保忠都が寄進した、境内に本校舎の建設を計画。名古屋の道具大工である伊藤平衛門、後の九代目、伊藤平左衛門が建築手がけた。 1874年、明治7年10月に着工すると、1875年、明治8年1月11日には上等式を行い、1875年8月7日に、竣工した。1883年、明治16年8月には3階部分を増築し、今日の3階建てプラス2層、5階建てとなった。1876年、 明治9年には早くも大見国玉神社境内に第一地畜校舎、お宮の校舎、現在の社務所の場所を増築している。当初の第一地畜校舎は平屋建てだったが、1885年、明治18年には二階建てとなった。1896年、明治29年には、三つ家高等小学校が第一地畜校舎を使用することとなったが、 大正時代には解体移築された。1897年、明治30年には平屋建ての第二副築校舎、等の団校舎、現在の岩田市等の団テニスコートの場所が建設されたが、第二副築校舎は3部屋しかなかった。1897年には、三つ家高等小学校のために金五花校舎、梅屋の学校が新築された。1908年、 明治四十一年には、三つ家神常小学校が廃止され、三つ家神常高等小学校と三つ家女子神城高等小学校が開校し、1913年、大正二年には5回校舎の使用が取りやめられ、城野古市に、三つ家女子神城高等小学校の校舎、女子校が新築された。1922年、大正十一年にはそれぞれ三つ家第一神常、 高等小学校と三つけ大尋常、高等小学校に改称したが、1925年、大正14年には合併して、三つ家尋高等小学校となり、校舎は城野越の校舎のみが使用された。1941年、昭和16年には、三つ家尋高等小学校が、岩田町立三つけ国民学校に改称。終戦後の1948年、 昭和23年には、現行名の岩田市立岩田北小学校に、改唱した。1974年、昭和49年には、開校100周年記念式典が行われている。東東海国横須賀藩、現、静岡県掛川市にあった、横須賀城から払い下げを受けた石垣を基礎としている。間口は12軒、奥行きは5軒の木造義用風建築である。 玄関にはエンタシスの飾り柱が配されており、左右対称の二つの入り口が設けられている。玄関には初代浜松県令の林公徳から送られた変額が飾られている。1922年、対象11年には五回校舎が小学校としての役割を終えた。1919年、対象8年の静岡県議会で静岡県立三つ中学校。 現、静岡県立岩田南高等学校の設立が決定されると、九百二十二年四月一日から七月までの約三ヶ月間のみ、暫定的に五回校舎で、三つ家中学校の授業が行われた。七月には、現在地に新築された校舎に移転している。八月には五回校舎が第二本三つ家連部館という名称となり、三つ家尋常高等小学校の柔道部が、 稽古場として使用した。第2本見つけ連武館は1925年、大正14年3月に廃止されている。1925年には、私立見つけ高等裁縫女学校が5回校舎を利用することとなった。1927年、昭和2年4月には、長立見つけ高等裁縫女学校に改唱。1935年、昭和10年4月には、 三つけ町立高等裁法女子生年額に改称している。1937年、昭和14年9月には、旧三つけ高等女学校校舎に移転した。1939年、昭和14年9月から1943年、昭和18年3月までの期間、岩田軍中園教育会による、準教員養成所が5回校舎を利用した。太平洋戦争中には、 公民館的な集会施設としても利用された。1945年、昭和20年1月には、浜松陸軍病院見つけ臨時部員となり、同年春頃からこの建物内で、負傷兵士や戦災者の治療が行われた。戦後の1946年、昭和21年5月には、国民健康保険組合立岩田病院となったが、1952年、 昭和27年3月には中泉に移転し、岩田市立岩田病院となっている。1953年、昭和28年9月には、岩田市立郷土資料館となり、1955年、昭和30年12月28日には、博物館相当施設に指定された。1957年、昭和32年5月13日には、静岡県指定文化財となり、 1969年4月12日には、建物に、学校の敷地を含めた土地が、岩田文庫と共に、国の史跡に指定された。密接な関係を有する岩田文庫と、旧三つけ学校の建物が移築されることなく、現存していることは、価値外とされる。1992年、平成4年1月には、岩田市立郷土資料館から、岩田市旧三つけ学校に改称した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。